I just love the この役が大好きでしょうがなくて、で、その性格はもちろん、その本当に素晴らしいそのレッスンをね、人に学ばせてくれる役だと思ってやりたいと思いました。友情のことであったり、自分に自信を持つことであったり、あるいはその他の人をね、こうだと決めつけたりしないこと、そして想像力を使うというようなことを、すごくその、学ばせてくれるキャラクターだと思うんです。で、自分の場合は監督と会って、すごく馬があったんですね。で、映画の話を。しながらしたんですけれども、その後にオファーをいただいたという形で、本当にエキサイティングでした。自分の今まで演じた中で最も気に入っている役です。 It's one of the most favorite roles I've ever done. My dad and I, we've kind of stayed around Shibuya. 父親と一緒にですね、渋谷周辺を探索して、で、昨日も一昨日も原宿のあたりを歩き回ったりとか、電車で渋谷から5分行ったところに、それはもうちょっとそのお店なんかもこまごまとして、よりこう庶民的なところで静かなところだったんですが、なぜお買い物を楽しみました。それに加えて、日本食はかなりいろいろチャレンジしていまして、初日の朝ごはんは大戸屋行ったんですね。で、納豆はちょっと苦手だったんですけれども、 the fermented beans で、例えば朝ごはんにご飯とお魚とお味噌汁をいただくなんていうのは、僕は初めて体験したことで、すごく楽しかったです。 We went to a sushi shop. I ate octopus with something else. I don't know what it was. Neither did my dad. 回転寿司もチャレンジしたんですけれども、例えばタコと何かが乗っていて、まあ父親に聞いても父親もなんだかわからなかったんですが、あるいはね、緑茶をいただいたりとか、ただ誰も英語が喋れなくて、身振り手振りでですね、食べ方とか、あるいはその緑茶、お茶を出すときに何を押すとこうお茶が出てくるとかね、そういうことを座りながらこう、食事をしました。それもすごく新しい体験で、楽しかった。